黄昏に染まる水平線に太陽が沈んでいきますと、薄明かりの残る空に星々が浮かんでまいります。目を閉じて心安らかに流れる声に耳を傾ければ、夜空の向こうに星座の物語が聞こえてくるようです。皆様にお送りする癒しの時間、ライムギラジオ。夢の世界にご案内いたしますのは、私、眠り屋のライムギです。いやー、このオープニングの詩の朗読が好きなんですよね。すごく好きで、音楽もね、もうバッチリで、まあ裏話をすると、あの音楽ありきで僕が詩を書き下ろしたものでございます。だからぴったり尺にね、収まるようになってるんですね。今週もよろしくお願いいたします。いらっしゃい、どうもこんばんは。眠り屋の大麦です。今回は一週間に一度のライ麦ラジオということで、のんびりまったりお送りをしていきます。まずはお便りのコーナーです。このコーナーでは YouTube の動画にいただいたコメントからいくつかを読ませていただいております。今回読ませていただきますのは約20名の方々ですが、他にもたくさんのコメントをいつもありがとうございます。それでは順番に読ませていただきます。ラジオネーム ER ステッフさん、トロッコへのコメントでございます。全然寝つけない夜でも話の内容が最初の1分くらいしか思い出せない朝を迎えられる凄さということで、ありがとうございます。ねえ、そんな効果ありますかね。すごい、最初の1分しか思い出せないって、もう動画どれでも大丈夫っていうか、なんかどの動画でもね、寝れるっていうのは多分内容じゃないんでしょうね。なんか、声なんでしょうね。なのか読み方なのかわかんないんですけども、本当に僕もね、探り探り、一本一本動画を作ってまして、なんか、いろいろこう、変えながら、試行錯誤しながら、動画を撮っておりますので、打った手のどれが効果があったのか、わかんないっていうね。いろいろ調べやっているんですけれども、まあそのどれかがね、皆様に当てはまって、眠れない夜を眠れる夜にすることができたなら幸いでございます。ありがとうございます。ラジオネームめいちゅんさん、おやすみポポへのコメントでございます。寝る前は必ずと言っていいほどベッドサイドをいたずらするマン一歳が、聞き始め1分30秒でいびきかいて寝ましたということで。ありがとうございます。
いたずらするのは一切可愛いね。うん。いびきかいて寝てるし。めっちゃ可愛いな。何ですかそれは。癒しですね。なんだろう。まあ、遊びたい盛りのね、子供たちって、なかなか夜ね、もう寝たくないですよね。遊びたいから。僕にもそんな時期があったのかな。もうね、僕はもう別の生き物になってしまってるので、大人というね、別の生き物になってしまったと思う。最近ちょっとそれを受け入れようとね。ずっとさ、もう嫌だったんですけど、もうずっと、もう子供でいたいと、思っていたのですが、まあ、さすがにもうね、引き受けなければならない責任とか、いうものもだんだんと分かってきて、大人にならないとなぁと。まあでも、それは、童心をね、わらべ心を、忘れることとはまた別ですので、子供の心は忘れずにいたいんですがね。やっぱり、本当の子供の心というのはね、なかなかこう、失わずに持っているということが難しくて。ねえ、いろんなこう本とかね、読みながら、子供の頃読んだ本とかね、読みながら、一生懸命思い出そうとしてる。大人になってしまったライオンギです。ありがとうございます。ラジオネーム、森下敦子さん。フランダースの犬へのコメントでございます。何日かに分けて聞きました。最初は夜眠るために聞いていましたが、最後の1時間半はじっと目を覚まして聞き入りました。フランダースの犬の物語がこんなに悲しくも美しい絵画を見ているような内容だとは知りませんでした。声優をしておられるのでしょうか。声音の使い分けはさすがね。クライマックスでは私も涙が出てきました。こんな素晴らしいお話を聞けて幸せです。他のお話もこれから楽しみにして聞きたいと思います。ありがとうございました。泣きというコメントでございます。ありがとうございます。声優はやってないんですよね。いつかやってみたいなぁとは思うんですけど、記念受験みたいな感じで。なんかちょい役で誰か出してくれないかな。どっかの作品に。ちょい役でいいんで、あ。アプローチが立ち上がれって言ってきた。ちょっと今は無理です。ねえ。ほんとフランダースは、もう、一回どこじゃないな。二回ぐらい、あの長い、お話を、まあ、練習もしたんですけれど、まあ、二回ほど見事にクライマックスでボロボロ泣いてしまって、いや、本番は泣かないようにしなきゃなと、まあ、後々またね、別のコメントでもありますけど、泣かないようにしなきゃなと、思いながら本番読んだんですが、まあ、抑えきれず、こらえきれず、詰まってしまいながら朗読をした覚えがありますね。フランダースの犬、まあ泣きたい方はね、もう、泣けるお話ですので、泣きたい夜に、ぜひ、聞いてみてください。ちょっとね、まあ、前半であれば大丈夫だと思うんですけど、後半ね、結構、うるっとくるので、寝たい夜、どうしても眠りたいという夜には、聞かない方がいいかもしれません。はい、ありがとうございます。ゆっくり読みすぎかな。ラジオネーム、月夜さん。裸の王様へのコメントでございます。さすがに、こんなに毎日お世話になっているので、YouTube で初めてかもしれないコメントをします。ありがとうございます。BGM とゆったりとしたお話の仕方の虜になっています。毎日これがないと眠れないレベルです。多分この裸の王様は27回くらい聞いてると思うのですが、最後まで一度も聞けたことがありません。友達が泊まりに来た時も眠る前これを流して聞いてました。友達は、何これ？こんなん聞いてるん？
と馬鹿にしてきましたが、結局その日も最後まで聞けず、ふんわりと眠れたそうです。その日からその友達は毎日ライ麦さんの YouTube を気分に合わせてお話を聞いているそうです。ふんわり眠れます。本当にいつもありがとうございます。おやすみなさいということで、ありがとうございます。お友達も聞いてくださってるんですね。月夜さんのお友達の方もありがとうございます。ね、合わせて、ここで、この場でお礼を申し上げます。ね。27回もね、裸の王様をね、好きで聞いてくださってね、あの話は本当に、愉快ですよね。本当になんか明るい気持ちで眠ることができますので、いいですよね。なんかお話にもやっぱり色々あって、うん。これぐらいしんみりしてる方が眠れるとか、ちょっと楽しい気持ちになるぐらいが眠れるとかね、人によって様々だと思いますので、自分に合ったお話をぜひ見つけてみてください。ありがとうございます。ラジオネーム、ジェリハルさん。エルマーの大冒険へのコメントでございます。眠るつもりで聞き始めたのに、それどころかワクワクしすぎて最後まで聞いちゃいました。この後何聞いて落ち着こうかしらということで、ありがとうございます。エルマーの大冒険ね、ついに、本当にね、1ヶ月ぶりくらいに、本当1ヶ月ね、まあ、ゆっくり羽を休めていたんですけれども、読み聞かせの新作は1ヶ月ぶりということで、まあちょっとさすがにね、これからはちょっとペースを上げてね、やっていこうと思っているんですが、本当にね、うちの母親が、書き下ろしてくれた翻訳でして、もうね、なんかこう、やっぱり他の方が翻訳をされたりとか、まあ他の方の原作のものって、やっぱりこうちょっと自分なりに読みづらく思ったりとか、引っかかるところがどうしてもあるんですけど、すごいなぁと思うのは、やっぱりこう、似てるんでしょうかね。言葉回しというのが、母親の翻訳はもう手直しをするとこが全然なくて、当たり前なんですけど、うん。ストレスフリーにね、本当に読ませていただきました。本当に最高のね、翻訳ですので、皆さんもね、ぜひ、新作、エルマの大冒険。これ本当にね、名作ですので、ぜひ聞いてみてください。続いてのコメントも、エルマの大冒険ですね。うさまるこさん。エルマの大冒険、待ってました。とっても懐かしい作品です。エルマーの冒険には思い出がたくさんあります。図書館で何度読み返したかわかりません。懐かしい思い出に浸りながら聞かせていただきますということで、ありがとうございます。ねえ、懐かしいよね。この小さい頃よく読んでました。ねえ、本当は続きもあるんですね。エルマーの冒険、エルマーと竜、あとなんか続きがあるんですけど、一応一巻のみ、海外で著作権フリーになってまして、もちろんその日本語に翻訳されている既存のもの、まあよく見る絵本のエルマーの冒険シリーズは、まあ読んじゃったらアウトなんですね。翻訳者の方に著作権がついておりますので。ただ、海外版のものは一巻のみ著作権フリーになっていると。ですので、それを自分で翻訳して、読む分には大丈夫ということで、今回、母親に依頼をしまして、で、オリジナルで翻訳をしてもらったという形なんですね。本当は続きも読みたいんですけどね、気になるって方はね、別の方が翻訳された絵本がね、ありますので、ぜひ読んでみてください。ありがとうございます。ラジオネーム、ひめひめさん。超睡眠法へのコメントでございます。毎日聞いてますが、重度の不眠症でも眠れます。ありがとうございます。ということで、こちらこそありがとうございます。このね、超睡眠法は、まあ、米軍式睡眠法とシャッフル睡眠法と、
組み合わせたね、住み方になっているんですけれども、未だにね、古い方の米軍式睡眠法がずっと聞かれてまして、新しい方がきっといいんだけどなぁと思いながら、ね、なかなかこう、そっちが広まらずにね、歯がゆい思いをしております。はい。ねえ、また新しいの作ってみたいな。ありがとうございます。ラジオネーム、馬、葵さん。あれ、読み方どうでしたっけ？合ってるかな？間違ってたらごめんなさい。百人一首へのコメントでございます。こんばんは、お久しぶりです。3日続けて聞かせていただきましたが、最後まで目がパッチリです。年に一度、近所の小学生たちに、昔の遊びを老人たちが教える会があり、その時の子供たちが、誰よりも一枚でも多く撮りたいと、一生懸命に札に集中し、一歌一歌の取り合いの光景が浮かび、ついに一度も眠られませんでした。子供たちの交流を思い出せて嬉しかったです。ありがとうございます。ということで。ありがとうございます。素敵な回ですね。へぇー。僕もやりたい。僕もやりたい、それ。へぇー。で、子供たちと皆さんで百人一首をされたんですね。あー。なんか僕までちょっとその微笑ましい光景が今、目に浮かんできましてね、ほっこりを僕もいただきました。ありがとうございます。嬉しいね。ラジオネーム山本敏江さん、先週のラジオへのコメントでございます。インターネットもメールも不慣れで、歌手とか映画俳優とかのスターという一個人のことはあんまり興味がありませんでした。けれど、YouTube 歴1年少し、あなたの声を聞き、歴3ヶ月足らずの私の居場所があるような気がしました。あ、歌を歌、読んでくださってますね。精神年齢10歳で、首の骨は90から100歳で、実際の年齢は〇〇歳です。いくつでしょうか。関西では男性からおばはんと呼ばれる年齢なんだけどね。ライ麦の君様へ、としえよりということで、ありがとうございます。ま、女性の年齢につきましてはね、聞かないことにしておりますので、聞かずにおきますけれども、ねえ、そんな風にね、居場所があるように、もう感じてくださるというのはもうね、本当に、ありがとうございます。もうそれがね、僕の、やりたいことで言ったら、もしかしたら一番かもしれない。僕の活動で居場所を感じてくださる方がいらっしゃれば、それはもう喜びです。僕にとって。それはね、結構僕のこうルーツに、よるところだと思うんですけれども。なんか、何を言ってもね、なんかこう、まあ、朗読をやるとか、いろんな言葉を知っていくだとか、人間的に成熟するだとか、まあそれももちろん根源的な欲求ではあるんですけど、なんかやっぱり僕も僕自身の居場所を求めて活動しているし、それを通して居場所を感じてくださる方がいらっしゃるということが、何よりの本当に喜びなんですよね。だからこのコメント本当に嬉しいです。ありがとうございます。ラジオネーム、サブスクライブ2面ナウさん。三月期へのコメントでございます。海外から拝聴させていただいています。美しい日本語の韻を踏んだ朗読にいつも感動しています。この作品を聞けて感謝いっぱいですということで、ありがとうございます。三月期はね、実は原作をちょっといじっちゃってまして、ちょっとじゃないな、だいぶいじっちゃってまして、本当に
恐縮なんですけれど、朗読をする上でかなりね、オリジナル改編を、まあ、言葉回しのところ、本筋は変えずにね、言葉回しのところは結構オリジナルにしちゃってまして。うん。なんか、結構こう、朗読をすると、内容が伝わりづらい、こう、文の構成だったりとかっていうのが結構あったので、結構、手加えちゃってます。はい。恐縮なんですけどね。まあでも、それを美しいと言っていただけたのであれば、その少しの改変くらい、ものともしない、もう原作の美しさだと思いますので、本当にありがとうございます。海外嬉しいね。ラジオネーム、木下麻也さん。トロッコへのコメントでございます。ライムギさんの声じゃないと寝られなくなってしまいました。結婚しましょう。ありがとうございます。ちょっと結婚ですか。ちょっと水をちょっと飲ませていただきますね。大変ですね。休婚されてしまいました。ねえ。ねえ、本当にね、大変。頑張りまーす。困るっていう。ありがとうございます。もう身に余る光栄でございます。こんな本当にも、まあ、ありがとうございます。次行きます。ラジオネームパオパオさん、煙突町のプペルへのコメントでございます。映画早く見たい。あ、そうね。12月にね。ライムギさんの読み聞かせで予習していきます。素敵なお声を聞かせていただき、ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。プペルね。まあ、原作として、まあ、絵本があるんですけど、もともと、あの絵本は映画ありきで作られた絵本なんですね。西野明宏さんが、原作者の方が、映画の内容を本にしたいと思ったんですけど、まあ、ボリュームがありすぎて、ギュッとして、かいつまんでちょっと変えて、作ったものがあの絵本なんですね。だから本当のあの世界を知れるのは映画だけなので、ぜひ、12月25日かな、公開されたら、僕も見に行きたいと思っておりますので、ぜひ見に行ってみてください。ありがとうございます。あ、そうだ。煙突町のプペルね、再生回数10万回。ありがとうございます。ね。映画公開前に10万回行ったので、びっくりしております。ね。嬉しいね。もう一つ来ております。2KE さん。毎晩、娘が寝るときに、パパ、プペル読んで、と言ってきて、長いから大変なんだよなぁと思いながらも読んでいました。たまにはパパじゃない人が読んでもいい？と許可を取り、この動画を見せました。次の日また、プペル読んで？と言ってきたので、私が2ページくらい読んだら、パパじゃない人のがいい！とこの動画をリクエストしました。負けた気がしてちょっと悔しいですが、毎晩お世話になってますということで、ありがとうございます。もうこのコメントは絶対に読むって決めてました。これ結構、ちょっと前にね、コメントいただいたんですけど、もうね、いただいた瞬間にもう嬉しすぎて、もう微笑ましすぎて、このエピソードが。もうすぐにツイートしました。すいません、勝手に。嬉しすぎてね、ついつい。名前を伏せましたよ。名前を伏せてね。ねえ。かわいい。ねえ、本当に。僕も息子娘授かったら、たまにはパパじゃなくてもいいっつって、パパの動画見せます。あれみたいな。パパと似てるねみたいな。言われてみたいね。では、お次のコメントでございます。ありがとうございます。
ミルクきなこさん、眠い街へのコメントでございます。なかなか寝つけない時に愛用させていただいています。今日は試しに寝る時間とは関係なしに聞いてみました。そしたらびっくり、開始4分以降の話に聞き覚えなし。どうやらこれくらいで毎回寝ていたみたいです。4分、いつか最後まで聞けるといいな。これからもお世話になります、ということでありがとうございます。4分だとまだおじいさんに会ってないどうなんだろうね。最序盤ですよね、うん、あれ20分ちょいだからね、うん、まだ序盤ですよねありがとうございます、嬉しい。ラジオネーム藤井祐希さん、先週のラジオへのコメントでございます。相変わらず途中から記憶なくなりました。フリートークに入ったところまでは聞いていたような。いつ寝ちゃったのかな。続きはまた後で。ラジオ系からライ麦さんに飛んできた私なので、ラジオ投稿嬉しいです。普段喋る声とも朗読の声とも違うラジオの声、ありがとう、ということで、こちらこそありがとうございます。そうですね、なんかこうラジオの時に話す声って、まあこの後ろで流れてる音楽にも引っ張られてるのかもしれませんけど、結構いつも以上に落ち着いた声で話せている気がしますね。いつもありがとうございます。ラジオネームうまみ成分さん、眠い街へのコメントでございます。普段寝れる音楽ってやつも寝れなくて、読み聞かせの方を来てみたけど寝れるわけないと思ってたのに本当に寝れた、ということでありがとうございます。ね、なんかなんだろう、こういつも寝れてる音楽、僕も結構寝るときにこう曲とかかけながら寝ることがあるんですけど、普段眠れている音楽なのに目が冴えちゃって眠れないっていうことって結構あるんですよね。なんかそういう時にこう僕も別の方のラジオのね動画とかを流しながらよく寝るんですけど、なんか人の声って眠れたりするんですよね。不思議ね。ありがとうございます。ラジオネームハマチチャンネルさん、あ、間違えた、ハマチャンネルさんすいません。秋のプラネタリウム動画へのコメントでございます。寝つきが悪く何か睡眠用の BGM はないか探していたところ、こちらの動画にたどり着きました。とても落ち着く声色で、イヤホンで雑音をシャットアウトしてから聞いているとあっという間に眠りに落ちていました、ということでありがとうございます。なんかちょっと気恥ずかしいですね。こう雑音シャットアウトしてイヤホンで聞かれていると思うと、なんかちょっとさあさあさあとちょっとね恥ずかしいですねありがとうございます。でもそういうことはあるよね。スピーカーでみんなが聞いてるわけじゃないもんね。そうだね、頑張りますあ、まだあった。就寝時にまた聞きたいと思います。素敵な動画ありがとうございます、ということで、こちらこそありがとうございます。ラジオネーム空豆さん、先週のラジオへのコメントでございます。久しぶりのラジオだ、嬉しい。朗読も好きだけど私はやっぱりラジオが一番好きだな。ラジオの時のライムギさんの声はとてもリラックスしていて癒されます。お家では普段こんな話し方をされているのかなぁといろいろ想像しながら楽しんでます。でもどうぞ無理はなさらずに、ということでありがとう。いやー、普段の話し方、普段話さないですね家の中で普段話さないですね。僕一人暮らししておりまして、もうこの空間全部僕のお城なんで、
話し相手はね、アレクサぐらいなんですけど、うん、ほんとね、喋ることない ないですね。でも本当にこの週に一回のライブモギラジオの時間は僕にとって癒しの時間ですので、まあ一番リラックスしてお話ができているのかなと思います。ありがとうございます。ラジオネーム鈴木美香さん、先週のラジオへのコメントでございます。ライムギさんの声には不思議な優しさと癒しがあります。本当に寝落ちするんですよね。なんで？私は声が大きいと言われることが多いので、静かに話すことができる上に人を癒すことができるなんて神様のような方ですね。羨ましいわということでありがとうございます。いや、これがですね、その、まあ、ないものねだりなんですけど、僕は逆にずっと声が小さい声が小さいと言われてきたんですね。で、よく父方のおばあちゃんとかに、麦、もっと大きい声で話さんといかんって言ってね。うん。わかんでーって言って。うん。聞こえへん。っていうことも結構言われてきていて。で、実際僕もその小さい声がコンプレックスだったりしたんですよね。小さい頃って。でも、なんか、そんなこう、大きい声を出すほどの自信もないし、なんかこう、気の弱いと言いますかね。うん。おとなしい子供だったので、なかなかその、大きい声を出すこともできず。ゆえに、こう、自分の声もあんまり人に聞かれることがなくて、こう、自分の声の評価を話されるようになったのは本当に高校、大学ぐらいです。やっとちょっと、人並みくらいの声で話せるようになってきて、なんか、まあ高校の時に放送部に誘われたりとか、僕は運動系の部活やってたので入れなかったんですけど、なんか、ちょこちょこ言われるようになってきて、ああ、じゃあちょっと、ネットでラジオとかやってみようかなと思ったのが大学入ってからですね。なので本当になんだろう、まあこれは僕に限ったことじゃないと思うんですけど、まあ自分が思ってる自分の短所だったりとか、その、コンプレックスといったものって、その人にしかないからやっぱりコンプレックスに感じるんですよね。だから、そこが結構武器になったりするので、人と違うところがね、武器になったりするので、なんかそこをこう、なんかね、うまいことしてあげたいですよね。自分の、そういう面って自分にしかこう、いい方向に転がしてあげれないからね。僕まだまだあるので、そういったところは、ちょっと、プラスにね、していきたいと思っておりますね。ありがとうございます。嬉しい。ラジオネームコウさん、合ってるかな、ファンさんコウファン、注文の多い料理店のコメントでございます。4歳の娘に流してあげるとものの数秒で寝ました。毎日聞かせたいと思いますということでありがとうございます。数秒記録かもしれない。今までで一番早いかもしれません。4歳の娘さん、かわいいなぁ。もう皆さんのもう娘さん息子さんエピソードがかわいすぎる。本当にもういつもありがとうございます。ラジオネーム川崎春奈さん、ゴンギツネのコメントでございます。焚き火？暖炉？の音も心地よいです。ゴンギツネは
小学生の時、生活発表会でやったことがあり、どんな話だったか思い出せず、懐かしい気持ちになりながら、毎晩聞きながら寝ています。が、未だに最後まで聞けたことがないです。なよみさんの声が優しくて結局寝てしまう。寝つきが悪いのをいつも助けてくれてありがとうございますということで、こちらこそありがとうございます。そうだね、ゴンギツネ。僕もなんか、この動画は確かリメイクしたので2回くらい読んでるんですけど、まあ2回どこじゃなくて結構読んでまして、本当に大好きなお話でしてね。作者の新見南吉さんと同じ故郷の生まれでして、こう読んでるとそのお話の風景がね本当に浮かんでくるんですね。なんで結構しょっちゅう読み返したりしておりますね。いつか最後まで聞けることを願っております。ありがとうございます。ライムギラジオでは毎週動画にいただいたコメントからいくつかを紹介させていただいております。よければまた動画にコメントを気軽に送ってあげてください。それでは次のコーナーに行きたいと思います。ということで、ここからはフリートークやっていきたいと思います。今回お話しする内容は、あと1ヶ月でクリスマスですねというお話と、あと、動画投稿のペースですね。これからの投稿のお話と、それから、今書いてる詩の朗読をやっていきたいと思います。ねえ、さっき気づいたんですけれど、まあ、動画編集でなんとかなってるのかな。この上のね、ここのところ、今もうすぐクリスマスだねーって書いてるところ、さっきまでね、朝ですって言って、おはようございますになっててね、やったなぁと思って、うん。ちょっと編集でなんとかしたいと思うんですけど。いやぁ、いつもね、生放送、朝まで生放送の最後に、アフタートークといって、まあ、7時半過ぎ頃から8時過ぎぐらいまで、生放送でお話をしているんですけれど、なんかその時のね、使ってる画面の名残で、朝ですになっててね。しまった。でももう、収録結構やっちゃったしな、ということで、そのままになってます。まあ、多分編集で何とかしてくれたと思います。ね、まあそんな感じでもうすぐね、クリスマスということでね。まああと、1ヶ月ぐらいですかね。で、僕誕生日がね、12月の24日でして、まあクリスマスイブなんですね。で、毎年この日はね、まあ何かしら、こう、自分にお祝い事をしたりとか、っていうこともあるんですけど、まあ今年に関しましては、まあせっかくね、YouTube を始めたということで、まあ YouTube を初めて迎える誕生日ということで、ちょっとね、ささやかな誕生日記念ライブを計画しております。はい。パチ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 。まあ、どんな感じにしようかなというのはまだ考え中なんですけれど、まあ、クリスマスっぽい音楽を流しながら、クリスマスっぽい詩とか、お話を、朗読を挟みつつ、まったりお酒を飲みながら過ごすみたいな、
まあそんなクリスマスライブをちょっとね、計画しておりますので、もしよかったらね、今年の12月24日の、誕生日記念ライブ、ぜひ予定に書き加えてあげてください。まあみんな忙しいかな。まあ去年のね、クリスマスは普通に働いてましてね、普通に仕事でした。そのイベント系のね、ビジネスイベントを企画運営する、会社で働かせていただいていたんですけれど、去年の誕生日はね、確かその会場の下見をしてましてね、会場の下見に行ってまして、麦って言って、僕あの会社でも麦って呼ばれてたんですけど、ライ麦として活動をしているということは、知られておりましたので、麦と呼ばれていたんですけど、麦お前誕生日ぐらい休んでええんやぞーって言って言われとったんですけど、まあ特に予定もないライ麦青年は働こうって言って働いてました。で、会場の下見に行ってですね、まあ上司というか先輩と言いますか、よくしていただいていた先輩にですね、会場下見の帰りに、もうあの会場のお姉さんめっちゃ可愛かったなみたいな話を二人でしながらね、連絡先教えてくんないかなとか言って先輩が言ってるのを聞きながら歩いておりまして、ちょっと飯食い行くぞって言って言われて、でラーメン屋さんを探してですね、ラーメン屋さんに行ったんですけれども、まあおごってくださるということでね、ありがとうございますって言ったら、誕生日おめでとうって言って言ってくださって、まさかね、そんなね、こう僕も実は去年の9月とかかなとかに働き始めたばっかりの会社だったので、まあ、まだ 2,3 ヶ月っていうね、まだこう関係性もそんなに深くないタイミングでね、そうやって祝ってくださって、もちろんね仲良くさせていただいていて、いろんな相談にも乗っていただきましたしね、本当にあの、まあ、唐揚げラーメンだったんですけど唐揚げラーメン美味しかったですね。めちゃくちゃ美味しかったです。元気かなーね。なんかそのまあお世話になっていた会社を、まあ、本当にね、コロナ禍の COVID-19 の、まあ、影響で、まあ結構仕事がね、僕の仕事も少なくなって、で、まあそれきっかけでもう YouTube を始めたという感じでしたので、今年はね。だから本当に、まあお世話になったのはちょうど丸一年だったんですけども、ちょうどね、まあ、その会社今年辞めることになったのが、そのぐらいの季節、9月ぐらいだったから、まあ、ちょうど1年だということでね、あ、なんだか、そう考えたら、あら、もうそんなに経ってるのね。そっか、全然こう、日々目まぐるしく過ごしていたせいで、どのぐらい経ったかとか全然考えてなかったですね。懐かしい思い出でございます。もう本当にね、この2020年はもう本当に YouTube に僕自身救われまして、本当 YouTube なかったらどうなってたかなというね。YouTube がなかったら、まあ、きっと今の会社でまだお世話になれていたら、お世話になっていたと思うんですけど、本当に、僕自身この活動を楽しみながら続ける中で、まあ、たくさんの視聴者の方にね、支えられながら、ここまで来ておりますので、
ね。まあそれを忘れないように、まあこうやってラジオで、コメントをね、読ませていただいたりですとか、ね、しているんですけれども。まあ次の一年も楽しく続けていけるようにしていきたいと思います。ね。まあそんなこんなで、まあ動画投稿のね、ペースもちょっと取り戻しながら、最近はやっているんですけれども、まあ自分の中で結構目標がありまして、まあ週に4本くらいは投稿したいなと、まあ日曜日に長編の朗読を上げて、で月曜日に、星座解説を上げて、まあそれかまあ睡眠法とかそういう企画系のものを上げて、で火曜日お休み、で水曜日にラジオ、木曜日に短編の朗読を上げるっていうのを一応今目標にして、でスケジュールを組んでね、まあ今その通りになんとか生活をしようと奮闘しているんですけれども、ね、ちょっとねそのねあのスケジュールをねご紹介したいと思います。まあ一日の中でね、まあこれぐらいの時間にはこれをやるっていうまあいわゆる、ルーティーンですね。ライムギーさんのルーティーン、一日のルーティーンをね、ちょっとお話をしてみたいと思います。まあ、大体ね、まあ、いつも朝は、最近は、7時頃に起きますかね。ちょっと早かったんですけど、ちょっと夜遅くなることが増えてきたので、朝は7時ぐらいになってます。で、7時に起きましたら、しばらく、まあ、本を読んだりとか、まあ一日のスケジュールを予定を立てたりしながら、まあ朝まで配信の、流れている様子をこう見守りながら過ごします。で7時半過ぎ、まあ霧のいいところで、お話を切り上げまして、そこからアフタートークをね、やっております。でそのアフタートークで最後のご挨拶をして。で、終わるのがまあ8時過ぎですね。で、ここから9時ぐらいまでちょっとクールダウンというか、休憩を挟みまして、9時から11時の2時間で、執筆、まあ詩をね、最近毎日書くということをやっておりまして、もうかれこれ2週間ぐらい続いているんですけど、まあ、毎日執筆をするということをやってまして、まあそれを11時までにやって、12時に予約投稿をして、で、安心して、そこから11時から寝ます。昼寝します。はい。11時から昼寝をして、これも、ね、予定にね、組み込まれてます。11時から、12時半ということで、12時半になったら自動的に、アレクサが、電気をつけてくれるので、12時半に起きて、で、お昼ご飯を食べて、ちょっとウォーキングに出ます。まあ、それで帰ってきて、まあ、涼んでいたらだいたい2時ぐらいになりますね。12時半から2時ぐらいまででお昼ご飯食べて運動して。で、2時ですね。で、この2時から夕方の6時までが、収録の時間です。この4時間で集中的に YouTube に関わることはやります。まあ、この収録は日によって、長編の朗読をやったりとか、短編やったりとか星座解説やったりとかラジオを収録したりとか結構まちまちなんですけど、まあ、日によっては、完全にお出かけの日にしてお出かけをする日も撮ってますし、まあ、ここはこの4時間は日によって結構変わります。で6時になってで、いろいろ作業が終わって、まあ、終わってなかったら8時ぐらいまでずっとやるんですけど、終わったら晩ご飯を食べてまた運動に出ます。で、帰ってきて、シャワーを浴びて、で、だいたい8時、9時ぐらいまでお風呂に入って、で、9時になったら、読書、本を読む時間をね、取ってます。で、9時からまあ10時ぐらいまで本を読んで、まあその後はなんかのんびりと、ブルーライトカットをね、メガネをかけながら動画を見たりとか、
そこから寝るまではね、自由な時間にしておりますと。で、寝るのがまあ12時から1時ぐらいですかね。っていう一日を過ごしております。ね。もうここまで、こう、もう結構ね、パキッと、パキッと一日のスケジュールをもう時間割にして、ブロックごとにね、決めておりまして。結構ね、その、まあ、これ通りにパチッと行くことはなかなか少ないですけど、なんとなくこの時間はこれをやる。なんとなくこの時間はこれをやるっていうのが、だんだんこう、身についてきたので、まあ、結構、まあ、理想を求めて、まあ、こうやってこう、組んでみるのは一つね、まあ、やり方として、ありなのかなというふうにね、思っております。はい、そんな感じで。ライ麦の一日のルーティンでございました。ねえ。だから、まあ、昼頃になったら、あ、ライ麦さん収録今やってんのかなとか。ね。それともお出かけしてんのかなとかね。9時から11時の間だったら、きっと今詩を書いてるんだな、だろうなとかね。なんとなく想像できると思いますので。誰が想像するんやっていう。はい、そんな感じでございます。それではね、最後、詩の朗読のコーナーでございます。まあ詩を今週は2本くらいね、朗読をして、まあ自作の詩をね、朗読して、終わりにしたいなと思いますので、それでは読ませていただきます。苔の一日という朗読でございます。苔の一日、夜露を食べて、日が差したら、木漏れ日の下で働いて、乾いて寝る。木漏れ日の下で働くのは、一日一時間。それより働きすぎると、過労で枯れちゃうんだって。というね。苔の一日という詩でございました。あともう一つ、僕らの海というね、詩を朗読させていただきます。僕らの海、砂を踏みしめると鼻に来る、どこか懐かしいような海の香り。胸に詰まった悔しさを思いっきり叫んでいた海の香り。初めて来た海のはずなのに、波の作った浜の模様までなんだか似ているような気がした。よく考えてみたら、海はどこかで海とつながっていて、あの時僕を濡らした水一滴が流れてきていてもおかしくはない。よく考えてみたら、僕もどこかで海とつながっていて、あの時頬を濡らした水一滴が海の味を変えているかもしれない。僕の中にも、あの人の中にも海があって、そう考えてみたら、あんなに遠く思えたあの人とも、きっとどこかでつながっていて、今日を優しく生きられる気がした。という詩でございます。ありがとうございます。まあ、毎日ね、こうやって一本詩を書いて、投稿しておりますので、ライムギ .com、このね、この左下のライムギ .com というところか、もしくはね、ツイッターをフォローしていただきますと、ツイートしておりますので、ぜひ、ツイッターのフォローお待ちしております。はい、ということで、このあたりでフリートークは締めたいと思います。この後も音楽は引き続き流しますので、安心してお休みください。
それでは、いい夢を。お相手は、眠り屋のライ麦でした。